今回はキャベツのロールサラダをご紹介いたします。それではここで材料をご紹介しましょう。キャベツ4枚、わかめ 100g、 卵1個、カニ風味かまぼこ8本。ドレッシング用の調味料は砂糖小さじ1、醤油大さじ 1.5、 酢大さじ2、ごま油小さじ1です。最初にさっと茹でますので、最初に芯を取らせてもらいます。サラダになりますので、固めにさっと茹でていただければ結構だと思います。上がりましたらキャベツはお水に取っていただいて冷ましていただきます。キャベツをよく水を切ってしばらく置いておきます。具の中に卵焼きを入れますので、サラダオイルを入れて卵を焼いていきます。ちょっと切り分けますので、こちらを4等分にしていきます。これはキャベツでくるんでいきますので、棒状にしていただく方が使いやすいかと思います。はい、先ほど茹でましたキャベツを広げていただきまして、この中に最初戻しましたわかめ4分の1入れていただきます。のり巻きのように巻いていただければ結構です。で、かまぼこを入れていくんですが、均等にいくように広げていきます。先ほど切った卵をここに乗せます。それで端からのり巻きの要領で巻いていただければ、最初ちょっとギュッと締めていただくとしっかり後で崩れないと思いますので、でこれをこのまんまくる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 と巻いていただいて、これで1本出来上がりになります。巻き終わりましたロールサラダは、3センチぐらいに切っていただきたいと思います。それではロール巻きにかけるドレッシングを作っていきます。まずボウルの中にお砂糖を入れます。お酢も入れます。でごま油を入れていきます。最後に醤油を入れていきます。これ全部入れて、あとはよく混ぜていただければドレッシングの出来上がりで、もちろん市販のノンオイルドレッシングをかけていただいても結構かと思います。はい、このように切り取りましたので、こちらにドレッシングをかけていただければよろしいかと思います。キャベツのロールサラダの出来上がりです。エネルギー70キロカロリー、塩分 1.6 グラムです。巻くだけで簡単にできるヘルシーメニューです。野菜も海藻もたっぷり取れますよ。1日に必要な野菜の量は 350g です。本日のレシピでは1人分 40g の野菜を使用しました。キャベツは胃酸の分泌を抑え、胃を丈夫にする作用が知られています。ちょっと飲みすぎて疲れた胃にはおすすめの野菜です。今回のレシピは彩りの綺麗なサラダなので、お客様の多い今の季節にぜひお試しください。それではここでキャベツのロールサラダの材料をもう一度ご紹介しましょう。キャベツ4枚、わかめ 100g、 卵1個、カニカマ8本。調味料は砂糖小さじ1、酢大さじ2などご覧の通りです。お正月の食卓にヘルシーサラダはいかがでしょうか。お試しください。キャベツのロールサラダのレシピは四方三横1月号でも紹介しますので、合わせてご覧ください。次は楽々体操をお送りします。
最近腰痛に悩む方多いですよね。そんな方におすすめの腰痛楽々体操を紹介します。今回は寝てストレッチを行います。仰向けになりましょう。両膝を曲げて仰向けになります。右の膝を抱えて胸に引き寄せましょう。膝を曲げると痛い方はももの裏側に手をかけてゆっくりと息を吐きながら膝を胸に引き寄せます。股関節が痛い方は無理をせずできる範囲で行います。ゆっくりと左の膝を伸ばしてみましょう。腰が痛い方は曲げたままでも結構です。引っ張っている方の右のお尻が伸びているのを感じましょう。はい、足を変えていきましょう。両膝を立てて足を戻します。今度は左の膝を抱えて胸に引き寄せます。同じように膝が痛い方はももの裏側に手をかけていただいて結構です。ゆっくりと胸に引き寄せたら右の足を伸ばしていきましょう。引っ張っている左のお尻のあたりに気持ちよく伸びを感じながら行います。呼吸が止まらないように大きくゆっくりと続けていきましょう。はい、手を緩めて足を戻します。両膝抱えを行います。両方の膝を抱えて胸に引き寄せます。膝が痛い方はももの裏側に手をかけて引き寄せていきましょう。息を吐きながらゆっくりと膝を胸に引き寄せます。腰からお尻のあたりにかけて気持ちよく伸びを感じる程度引っ張っていきましょう。一度手を緩めて息を吸って吐きながらゆっくりと膝を引き寄せていきましょう。はい、ゆっくりと足を下ろします。膝倒しを行います。両手を横に伸ばして膝を重ねて右側に倒しましょう。息を吐きながらゆっくり倒します。顔は反対の左側を向きましょう。左の肩が上がってこないようにしっかりと肩を床につけておきます。左の腰からお尻のあたりにかけて気持ちよく伸びを感じましょう。ゆっくりと膝を立てて反対側も行います。息を吐きながら左側に膝を倒して顔は右の方を向いていきます。右の肩が上がらないようにしっかりと肩を床につけて右の腰からお尻のあたりに気持ちよく伸びを感じましょう。はい、膝を正面に戻しましょう。ゆっくりと横向きで起き上がります。床を押しながら頭を最後にしてゆっくりと起き上がります。横になって簡単にできるストレッチです。お布団の中や横になった時、お風呂上がりにゆっくりと行ってみましょう。腰痛楽々体操は今回から4週にわたって紹介します。続いて新春特別番組です。新村市長が新春のご挨拶をいたします。